郊外に移転した安城厚生病院会館記念イベント時のアンフォーレ。安城市中心市街地拠点施設は愛知県安城市三行本町にある複合施設。愛称はアンフォーレ。安城市図書情報館やホールがある本館、願い事広場や公園などの公共屋外施設、民間経営による立体駐車場棟、民間経営による南館からなる。 PFI 方式で整備され、2017年6月1日に開業した。2002年には、安城厚生病院が JR 東海道線安城駅前市街地から郊外に移転し、病院跡地は2003年からさら地となっていた。この土地は、私有地だったがほとんど活用されず、安城駅前商店街の空洞化を加速させたとされている。2009年4月には、 安城市が病院跡地利用の素案をまとめ、安城市中央図書館を置き換える新図書館を複合施設の中核とすることが決定した。当初は2012年度中に着工する予定だったが、2009年11月には2年間の先送りが発表された。2012年、安城市は神谷学部市長の下で、中心市街地拠点整備事業の実施方針をまとめ、 安城市としては、初となる PFI 方式の採用を決定した。2015年6月3日には、安城市図書情報館を核とする、中心市街地拠点整備事業の起工式が行われた。この事業で建設される、拠点施設は、図書情報館、スーパーマーケットとカルチャースクールの商業棟、立体駐車場の3棟からなり、その他には、公園と広場が設けられている。 PFI 方式が採用されており、清水建設を中心とする企業グループが15年間にわたって設計、建設、維持管理を行う。15年間の維持管理費を含めた施設全体の総事業費は62億5320万円。建物は2016年12月に竣工2017年5月下旬には市民向け内覧会が開催され、 6月1日に開館した。開館日の6月1日から6月4日まで、健康で幸せな生活、検察をテーマとする開館記念イベントを開催しており、開館日の6月1日には料理研究家の寺田、新次郎とタレントの長井道子によるトークライブなどが行われた。2021年1月31日、商業棟に出店していたドミーが閉店した。 拠点施設の愛称については、全国公募を行い、3692件の応募から、安城市が一時選考で5件に絞り、その後安城市民による投票で2016年1月にアンフォーレに決定した。前半部分は安城市のアンと英語で一つを意味するアンのダブルミーニングであり、後半部分はフランス語で森を意味するフォーレである。 複合施設のロゴマークは安城市出身のグラフィックデザイナーである広村正明がデザインしている。本館には2階から4階の安城市図書情報館の他に安城市による公共サービスとしてホールや照明、旅券窓口センターなどがある。南館は民間の商業施設旨となっている。1階には スーパーマーケットのドミーアンジョーアンフォーレ店が入っていたが2021年1月31日をもって撤退した。2階にはカルチャースクールの暮らしの学校アンジョーアンフォーレ校がある。約3800メートルの屋外広場、願い事広場は貸し出し用のステージ、音響設備、テントなどを備えている。ありがとうございます。